皆さんこんにちは。今日は2023年1月17日なんですけど、ここねお知らせ見ると定期メンテナンス告知って出てて、で明日1月18日ですね、もう63層来るんですよ。もう来んのみたいな、マジびっくりして、不意打ちすぎんマジで。もう63層もう63層って感じなんですけど、これね公式 Twitter なんですけど、これでねもう本当に来るんだと思ってマジでビビった。でいつもなんかウィークエンド IF とか来るとさ、なんかその後に新階層出るじゃん。でもなんか今回さもう63層出るとか言って、でもなんかあれ近々ウィークエンドやる、ウィークエンドやんだっけ、なんか19日だっけ、18日に実装で、その次の19日か、その日になんか SAO のビーターズカフェっていう公式チャンネルか、それでなんか生放送やるみたいな。あ、これか、ソードアートオンラインのゲーム公式情報っていう Twitter なんですけど、これに、新春特番2023ってやつ、なんか、やるっていうのが出てるんですよね。で、これもね、なんか SAOIF の情報がね、出るらしくて、これでもなんかハッシュタグついてますよね、 IF の、これでもなんか触れるかもしんないですね、新階層。もうね100層の次で56層出たんですけど、またさらにね新階層来るみたいで、63層ですね、100層の次の次ですね。ありえたかもしれない、もう一つの現実。これサチがなんか新設の大地へと足を踏み入れるって書いてあるんですけど、あのサンタクロス的なやつ出てくるんですかね、廃墟者とか言ってたやつ。どうなんだろう、廃墟者ニコラスって何層だっけ、49層だっけ、何層だか忘れたんですけど、なんだろうね、どんなストーリーなのか気になりますね。でやはりスタートダッシュイベントってことは、なんだろう、迷宮区なしの階層なのでしょうか。階層更新ペース的には56層が出たのが2022年の11月30日で、12月1日のちょっと手前あたりだったんで、で今月が1月だから、約1ヶ月ちょいですかね、1ヶ月半分くらいか、1ヶ月と半分くらいで、100層が11月6日で、このさすごいよね、100層11月6日で、その後だって56層来たの11月30でしょ、1ヶ月以内に来てるんで、ものすごいペースですよね。なんだこの力の入れようは。なんか IF ってなんか結構世間一般的にはなんかマイナーなゲームっていうイメージがまだまだあるような気がするんですけど、もっとねこれからね広めていきたいなって思ってはいるんですけど、なんか SAOVS って結構いろんなところで酷評されたりしてるんですが、やっぱねこのあんまり IF 知られてないからかね、こっちにばっか力入れてるっていうの、みんなこっちにばっか入れてんのかな、こっちにめっちゃ力入れてるのみんな知らないんじゃないかな。もう実際にアインクラッドに行けて、俺すごくいいなって思ってるゲームなんですけど、なんかちょっと惜しいなっていうところはかなりあって、もうなんかそれが結構解決されたら本当にいいゲームになるなって俺思ってるんですよ。やっぱり本当にもっと応援していきたいなっていう気持ちがあるんで、これからもねちょっと続けていこうかと思うんですけど、こういう YouTube とかね攻略サイトの活動、いやでも本当嬉しいです、運営マジでありがとうございます。やばくないっすか ?63 層。やばくないっすかマジで。あとはこのね、頂上決戦、ギルド・オブ・ギルズってやつが、本シーズン入ってくるんで、ギルド対抗戦ですね。これが、メドゥーサ。次、突生か。皆さん頑張ってください。俺ちょっと今回は、自分のギルドに引きこもるので。とにかくね、明日が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。